インド海割は、アジカに属する、比較的大型の海水魚である。本種は、インド太平洋の熱帯域に広く生息し、生息域は、西は南アフリカ、北は日本、南はオーストラリア、東は、中央太平洋の島々にまで伸びている。沿岸域と沖合で見られ、ラグーンやサンゴ障害園部などに生息し小型の魚類や、訂正の甲殻類を捕食する。 比較的大型の種であり、最大で全長50センチメートルに達した記録がある。禁煙種とは、下顎が突き出ていることや、災害に黒い帯が見られることにより区別することができる。生息域の全域において漁業における重要性は高くないが、トロール漁など様々な漁法によって捕獲される。インドカ割ワリは、鈴木木のアジか、ヨロヤジ属に属する。本種は、 オランダの魚類学者、ピーター・ブリーカーによって、インドネシアのアンボン島から採集された標本を、ホロタイプとして1857年に初めて記載された。ブリーカーは本種をカーニズ・プラジェティニアと命名し、鎧アジ属に分類した。この学名が現在でも正当とされており、その後分類の見直しにより銀河メアジ属に移されたこともあったが、こちらの分類は、 誤りとされる。以降も3度他の研究者によって再命名されているが、そのいずれも国際動物命名規約に基づき、高校シノニムとして無効とされている。種商名のプラジェティニアはギリシャ語で斜めの帯を意味する。災害に存在する細い帯が本種の特徴であるインド海割は比較的大型の種であり、最大で、 全長50センチメートルに達したという記録がある。同族多種とは、わずかに突出した下顎と、災害に入る黒い帯によって、容易に区別できる。体型は禁煙多種と、同様、側変した楕円形であり、体は上下対称である。しかし、大型の標本では頭部近くで背部がほぼ直線となっている。 背びれは二つの部分に分かれており、第一背びれには八本の棘状、第二背びれには一本の棘状と22本から24本の難状が存在する。尻びれには二本の前方に分離した棘状からなる部分と、一本の棘状と18本から20本の難状からなる部分がある。側線は体の前方でわずかに湾曲し、曲線部は 対候方の直線部よりも長くなっている。直線部には20から26の鱗と、それに続いて11から18の両鱗が存在する。胸部も含め体全体が鱗で覆われる。化学は大きく、上顎よりもわずかに突出する。両顎には小さな歯からなる歯列が存在する。エラフルイ数は27から40、椎骨数は24である。 本種の体色は銀色であり、背部はより灰色帯腹部はより白みがかっている。体側には薄く暗い斜めの帯が6本から7本見られることがある。災害には黒い帯が入り他にブチなどは入らない。大型の制御は側面に小さな黄色のブチが入ることがあることが知られている。尾ひれ、第二背びれ、尻びれは暗い色であり、腹気の全部。 尻びれの後部の縁は白色である。胸びれは薄い白色である。インドカヨアリは釣り人によって捕獲されることがある。インド洋と西太平洋の熱帯、亜熱帯域に広く生息する。生息域は南アフリカ、黄海を含むが、ペルシャ湾は含まず、東はインド、東南アジアへと広がる。生息の南限はオーストラリアのクイーンズランド州、ヨーク岬半島であり、 太平洋のマーシャル諸島、フィジー、サモアでも見られる。捕獲の記録の北限は日本である。日本においては琉球列島で見られる。ラグーンや岩礁、サンゴ礁の外縁などの浅い海域で止まっていることが多いが、外洋のより深いサンゴ礁や岩礁にも生息することがある。単独で、あるいは小さな群れを作って泳ぐ。俊敏な肉食魚であり。 小型の魚や低性の甲殻類を主に捕食する。繁殖や成長過程についての研究はなされていない。インドカヨリは生息域の全域において、漁業においてあまり重要な種ではない。他の種を主体上とした漁業で根核されたり、霊彩漁業において漁獲されることがある。トロール漁などの様々な漁法で捕獲されるほか、釣り人によって捕獲されることもある。 食用になる。ありがとうございます。